こんにちは、森の山ちゃんです。今回は断熱リフォームのおすすめランキングを発表します。この断熱リフォームのランキングは、我が家で施工した断熱リフォームの中で、この断熱リフォームはやっぱりやってよかったなという満足度をランキング形式にしました。実際に断熱リフォームをした家に住んでみての感想ランキングなので、これから断熱リフォームをされる方の参考になるのではないかなと思います。また新築住宅購入を考えている方も、ここは重点的に断熱した方が良さそうだなみたいな気づきがあるかもしれませんので、ぜひ参考にしてください。また動画の説明欄にはウェブ上で無料でリフォームの見積もりができるサイトのリンクも貼ってあります。よければこちらも参考にしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。我が家で施工した断熱リフォームの種類ですが、天井断熱リフォーム、床下断熱リフォーム、窓断熱リフォーム、玄関断熱リフォーム、壁断熱リフォーム、この5種類の断熱リフォームを施工しました。この5種類の満足度を順に発表していきます。では早速断熱リフォームのおすすめランキングを発表していきます。5位は天井断熱リフォームです。うちはブローイングで天井断熱をしました。ブローイング断熱とは、細かい断熱材を天井内に吹き込んで、まるで雪が積もっていくような感じで隙間なく断熱材を堆積させて断熱する工法です。これにより天井の断熱性能を上げて部屋を快適にしてくれる効果がありますが、正直住んでみてもよく分かりません。間違いなく効果はあるはずなんですけど、体感はしづらいです。我が家はリフォーム前から何ミリかブローイング断熱がされていて、そこに断熱材を付加した形なので、今回施工した断熱リフォームの中では最悪、まあやらなくてもよかった断熱リフォームかなと感じています。4位は壁断熱リフォームです。我が家で壁断熱リフォームは1階の寝室だけ施工しています。ネオマフォームという断熱材を内壁に貼り付ける断熱リフォームをしました。これのおかげで間違いなく寝室が一番暖かい部屋になりました。壁断熱は効果が間違いなくあります。ただ施工箇所が寝室だけなので4位にしました。家全体だと結構高額になるんですよね。壁断熱のいいところは、うちみたいに寝室だけみたいな部分的な断熱でもある程度の効果が得られることではないかなと思います。おすすめの断熱リフォームです。3位は床下断熱リフォームです。我が家は床下にウレタンを吹き付ける断熱リフォームをしました。この断熱リフォームの施工方法は、床下全体に発泡ウレタンという断熱材を隙間なく吹き付けて、床下の断熱性能を上げるという方法です。これのおかげで床からの隙間風や嫌な寒さみたいなのは感じません。床は足の裏が触れ続ける場所なので、断熱性能がかなり重要です。床が冷たいだけで体感温度はかなり下がると思います。さらに床は温まりづらく、暖房をつけてもなかなか温まらない箇所でもあります。床下は断熱リフォームをするべき場所の一つだと感じています。2位は玄関断熱リフォームです。我が家は玄関扉を入れ替えるリフォームをしました。新しく付けた玄関扉は YKK のイノベスト D50 という商品です。一戸建てに住んでみて改めて感じましたが、玄関からの熱損失というのは半端ないです。家で一番最初に寒くなる場所って玄関なんじゃないかなと思います。それくらい玄関は寒い空間なので、ここの断熱性能を上げるということは家全体の断熱性能にも直結すると思います。玄関はうちのように玄関自体を入れ替えるか、外側に風除室を取り付けるリフォームでもいいと思います。はい、ではおすすめの断熱リフォーム1位は窓の断熱リフォームです。これはもう圧倒的に1位です。もしも1種類の断熱リフォームしかできないとしたら、僕は間違いなく窓のリフォームをします。それくらい窓の性能は家の断熱性に直結します。僕は仕事柄いろいろな中古住宅に入ることがあるんですが、窓からの隙間風というのは本当に寒いです。いくら他の部分を断熱しても窓が悪いと台無しです。うちは1階の窓をトリプルガラスに、2階をペアガラスにリフォームしました。このおかげで真冬でもなかなか快適に過ごせています。断熱リフォームを考えている方で、どこからリフォームしようと悩んでいる方がいれば、僕は間違いなく窓のリフォームを最優先でやるようにアドバイスをすると思います。断熱リフォームのおすすめランキングの10位は、5位が天井断熱リフォーム、4位が壁断熱リフォーム、3位が床下断熱リフォーム、2位が玄関断熱リフォーム、1位が窓断熱リフォームでした。断熱リフォームすることで家の中は本当に快適になるので、これからリフォームされる方には断熱リフォームをおすすめします。冷暖房の効率も上がるので、光熱費が安く抑えられるのもおすすめなポイントです。ぜひ検討してみてください。では今回の動画は以上です。
この動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。